どうもこんにちは、スマでございます、新年ですね、2発目の動画になります。今回ね、何を話すかというと、ブレーキについて、紹介していきたいと思います。はい、あのね、ちょっと昨年ね、オリンピックありますよって話をちょっと動画にさせてもらってたんですけども、まあ、そちらのね、ちょっとこうシリーズがいくつか分かれていて、まあ、去年ね、僕も地方大会ちょっとね、参戦してきたりとか、ちょっとね、東京の方に行って、まあ、出ることできなかったんですけども、ちょっと観戦をさせてもらったっていうのがあったので、ね、今年もね、挑戦していきたいなと思ってるんですけども、まあ、ちょっとね、それに関連する大会がね、今度、北九州で行われるので、北九州どこか分かります？この辺り。はい、この辺りなんですけど、このね、北九州でね、ちょっとね、でっかい大会がありますので、ちょっとね、それにね、頑張っていこうかなと思ってます。でね、なんで、まあ、この大会にちょっと行こうかなと思ったかというとですね、こちらの方にフライヤーが、フライヤーって呼ばれる、まあ、イベントのね、詳細とか載ってるやつがあるんですけどもね、だからね、これ、ちょっとね、読み進んでってたんですよ。そしたらね、ここにね、わかります?動画撮影 OK のあたりね、YouTuber 大歓迎みたいなのあるんですよね。もうこのダンス、ブレイキンをやってて、かつね、YouTube で、まあこうやってね、ちょっとね、発信してる人ってなかなか少ないと思うのでね、これね、もう僕のことなんじゃないかと思ってね、もう B-Boy で YouTuber っていうとね、まあ革命前夜さんとかね、まああと、カズキロックさんとか、いろいろ挙げてられますけども、その中でも、ちょっとね、僕がね、満を持してね、この大歓迎にね、乗っていきたいなと思ってます。ね、この内容が、今度はね、2月24、25にね、またね、こう、世界大会が北九州で行われますというのの、まあ、前哨戦といいますか、まあ、そういうのが開かれるので、まあ、そのイベントをね、こう、盛り上げるための、まあ、イベントみたいな感じでね、開かれますと。ね、これね、ジャッジがすごい豪華なんですよね。はい、誰だと思います？そう、あの人なんですよ。ダパンプのケンゾー、ダパンプのケンゾー、ケンゾーさんに謝りたいと思います。すいません。ね、ちょっとね、これちょっとやってみたかったんで、ちょっと、はい、悪ふざけしちゃいましたけども、ダパンプのね、ケンゾーさんが来られると。でね、あの人、ロック世界一なんですけども、ちゃんとね、ブレーキもできるんですよね。ね、見られたことあるかなと思うんですけど、まあ、ちょっとここら辺でね、動画出しておきますけど、めちゃくちゃうまいんですよ。まあ、そういう方がね、来られたりとかして、大きい大会になってますんで、そこにね、ぜひね、ちょっとね、殴り込みに行っていきたいなと思います。はい。でね、ここからですね、ちょっとね、Vlog チックにまとめていきたいなと思いますので、大会の模様ですとか、まあね、僕がどこまで行ったのか、で、新技は出したのか、とか、いろいろやっていきたいなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。では、どうぞ。小倉に着きました。今からバトル会場に向かおうと思うんですけど、でその前にね、今日乗せてもらえるんで、ちょっとね、その方と合流したいと思います。レッドブルもね、差し入れしていこうかなと思ってますんで、まずはね、待ち合い場所まで行きます。紹介いたします。ダンパンク、ケンゾー、拍手。ではケンゾーさんより一言いただきたいと思います。皆さんこんにちは、どうも、ダパンクケンゾーです。よろしくお願いします。そうですね、一言、本当に北九州市、特命大使ということで、
僕もあの昔、小倉駅で、ブレイキン練習してました、ヘッドスピンをこういろいろ試行錯誤しながら、小倉駅で出した記録は、ロングドリル、19周です。はい、予選が終わりまして、なんとか、各予選ね2名ずつしか上がらなかったんですけど、なんとか2人目で呼ばれたんで予選上がりました。で、今からまた本戦あるんですけど、あつきくんのなんか動画でなんかこう本家の振り付けをやってみたみたいな、バトル中にやってみたみたいなのあったので、僕もねちょっとね今回健三さん来てるんでちょっとやっていきたいなと思います。出るかわかんないですけど頑張ります。うっす。はい、インカメですね。はい、インカメです。はい、ペティングポーセのソヤ君と当たります。いきなり意気込み教えてください。あ、意気込みっすか。はい、意気込みは対策を練ろうと、ちょっと今考えてます。いや、ちょっと思いついたりなんですけど、ここまで出てるんですけど、ここまで行ってないです。じゃあダメだね。ダメです。結局思いついた。あ、じゃあ僕はテータンをちょっと使おうかな。あ、はい、いや、それは勝てない。2オンでちょっと行こうかなと思います。それは勝てない。ダメ。ということで、身内ですけど、いきなり当たりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ。グルーヴ感があったりとか、このボディコントロール、例えば下から入る、この動き、例えばこの状態からこの状態に持ってくるとボディコントロール、テクニックあるなっていう。お疲れ様です。結果はですね、先ほど動画でも、見た通り、ソーヤ君と当たりまして、見事 3-0 で負けました。はい、もうねちょっとねこう総合的にもうね負けたなっていう感じはあったんで、とはいえね自分の出せる、最高のパフォーマンスはできたかなと思います。で、見ました、ダパンプの健三さんにですね、
いいねダンスやりましたけど、ね、見事に負傷ということで、まあね、難しいですよね。なんか会場の人たちもね、誰かやると思ってたけど、満を持して僕がやったということで、まあね、結果ね、ちょっと滑りましたけど、まあ、これもね、満足できたんじゃないかなと思って。で、今回の動画は終わりになります。まだね、実は、この後も九州の方、点々とするんですけど、まあ、とりあえずね、今回の、YouTuber 大歓迎イベントに実際に参加してきましたというのは、ここで一旦お開きにしたいと思います。引き続き、頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。では、今回の動画は終わりになります。ありがとうございました。あざっす。